2020年総集編負け試合24連発。2020年もたくさんの動画をご視聴いただきまして、皆さん本当にありがとうございました。皆さんのおかげでなんとか2020年も無事年末を迎えられております。2021年も良い年にしていただくために、2020年負け試合をですねギュッとまとめまして、皆さんに24連発笑っていただこうと思っております。 Twitter、YouTube で意見を募集しましてね、これ面白かったっていうね試合をギュッと負けシーンだけまとめてお送りしますので、ぜひ大いに笑っていただいて2021年も良い年をお迎えいただければなと思っております。特にこの試合が面白かったという3試合をベスト3形式で最後に発表させていただきますんで、そちらもお楽しみに。それでは皆さんも良いお年を。デュエルスタンバイ。ははは、4ハストール、はいはい、ハストールさんですか。誰お前、お前誰や。このカードが特殊感されたモンスターと戦闘がダメージステップ開始時に、ダメージ使用上に倍になる。やばいこと書いてんな。進化召喚してこのカードが墓地を受けたのエンドフェーズに、スピードロイドを、食ってるなんか、なるほど。はあ、はあ、ファイトラッパ、クリストロンはちょっと破壊がなかなかめんどくさいってのがありまして、まあ、ただスターブラスト何が出てくるんだこれ。スターブラスト何が出てくるんでしょうか。その2000ライフを支払ってお魚対決だ。まさかのお魚対決、お魚対決だ。やばい、これはやばい、うわやばい、これはやばい。先行前半でした。やばいやばいやばい、これはやばいことが起きてる。やばい、あ、俺巨大決戦だ。あ、これやばいぞ、これ。あれ、これさては巨大決戦逆利用パターンですね。これ出たわ、やっぱこのゲーム神ゲーだわ。これもう返せんだろさすがに。究極の力を解き放て、超融合持ってきたやつか。なるほど、超融合持ってきたやつ、やばい。ノバマスターされてこれやばい、ノバマスターが来る。これ殴るとヤリザドロの効果でフーマが破壊されて、フーマの効果でなんかヤバいやつ出てくると。あ、なるほどですね、なるほどですね。これはくしくもヤリザドロ VS マッタザドロ、いやマッタザドロ出てないんだけど、マッタザドロ出させてこちらにも。炎王デミスのモンスター効果を発動、エンドオブザワールド、金じゃつい、金じゃつい、なるほど、破壊されないみたいな効果で、なるほど、はいはい、なるほど、そこはいい、そこはいい。え、なーにこれ。はい、先行ロック、はい、これがネオニューお邪魔デッキでーす。あああ、やめろ、そんなことをしてはいけない、そんなことをしてはいけない。キュエーキュエー。これコストだから墓地が除外されるわけじゃない。さあ、ディパーテッドガイが特殊召喚された。なるほど。墓地へ、墓地に存在すると攻撃表示で特殊召喚される。なるほどですね。え？え？
ジャッジメントドラグーンの効果発動。ウォーマン、おお、なるほど、オッケーオッケーオッケー、いいだろう。ねえ、ゼプロス効果、ジャッジメント戻して特殊召喚、さらにジャッジメントドラグーンを特殊召喚。さあ審判の時だ。まさきアンズよ、覚悟はいいか、くらえ。ジャッファイナルジャッ、あー、カイト、え、まだあるの、うわー、最悪だ最悪だ、何回転バランス投げてんだよ、これ最悪だ、嫌だ、ドローしたくない、ドローしたくない。これは非常にまずいぞ。え、うっそ、何よき、何よき、まさかのクエガタンビラ、2020年ですよ、2020年10月ですよ。皆さん何が起きてるでしょうか。ブラーボ来た、ブラーボ来た、東海オンエアブラーボリオのボンサバズチャンネルみたいなチャンネルありますよね。さあブラーボ、ブラーボはやばい、いや、た、いや、自分も上がった、こっちの怪我も上がった、これ全部上がるんだ、強い、ガーデンの力強すぎ、強すぎ、強すぎるだろ、ふざけんなよ、ふざけんなよ、ふざけんな、無理だよ、クーガナ1枚じゃ何もできないんだよ、来てくれ大団長、くさくさー、く、くさすごいですよね皆さん、これ今2020年ですからね、2020年にこうなってますからね、やばいこと起きてるんだけど、マジで、いや本当にこれはグッドボタン不可避。さあどうする、いや言うて結構この場面勝てんだ、あーやめろ、しっかりと分からされていく。このモンスターが存在する限り、お互いに召喚特殊召喚したターンにレベル8以下のモンスターは攻撃ができない。破壊禁止融合、ふざけんなよマジで、どうなってんだよ、なんで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 そういうことすんの、なんでそういうことすんの、なんでそういうことすんだよ、ふざけんね、どういうことだよ、遊戯を楽しんだよな今、自分のモンスター使えよ、自分のモンスター使えや、ガキでキモいわ、普通にブロック、アトランティス、はあ、はあははあ、なるほど、あ、最強、あ、やばい、やばいやつ来た、のちがめ様、1800以下のモンスターを特殊召喚できない、え、これさ、え、待って待って、俺何もできないんじゃね、これやばいこと起きてる可能性ない、これ俺リクルート、このデッキって1800以上のモンスター入ってないと思うんだよ、え、ちょっと待ってちょっと待って、なんか天敵っぽいやつ来たんだけど、何これ、どういうこと、これウィッチクラフトにしか刺さんないと思ったらさ、俺のデッキガン刺さりしてるんですけど、のちがめ様強すぎ、ワロタ
アロマジャスミンのに召喚でアロマガーデニングの効果発動。お前アロマガンメタしに来てんじゃねえぞ。アロマガンメタ来てんじゃねえぞてめえ。潤いの風の効果発動。一旦に一度500ポイントライフを受けることができるダメージを。そしてアロマアーチスラフィアンデリカの効果、100ポイントダメージを受けることができる。ふん、これがアロマデッキだぜ。リラッコチャラスカ先生じゃないですか。最強の自爆心。え、だあ出たこのスキル、やばい。え、ちょっと待って、やばい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 、やばいこと起きた。ガチでやばいこと起きた、やばいこと起きた。これ攻撃対象にならないんだよな、やばいぞ。え、これ反転するよね。え、これ攻撃対象にできないでしょ、だって。え、やばい、俺これ闇のゲームあんだよ、やばいって、闇のゲームあんだよ、墓地が。あこのカードはフィード上に表側表示で存在する限り、墓地のカードを対象とする魔法トラップモンスターの効果及び墓地で発動する魔法トラップモンスターの効果は全て無効化される。やばいこと言ってないですかこれ。ちょっと待ってくださいね、これやばいこと言ってません？あ、これやばいわ、これやばいこと起きてるかもしれない。これもだからこれを捨てて、こいつ強すぎ。戦闘で破壊されない、ただそれを守ったところでこれ、え、何これ負けんの、これで負けるとか、マジでお笑いはやってんじゃないんだからさ。トゥーンワールド、なるほど、トゥーンワールド、どういうこと。ただたか出していく、日本全土、あ、そこらしか、あ、なんだこれ、相手が融合、え、ちょっと待って、相手が融合モンスターの融合召喚に成功したとき、自分フィード上のモンスター一体をリングして、その融合モンスター一体をリングして、ちょっと待って、ちょっと待って、こんなことある、こんなことあります？ちょっと待って、使わさい。ピンポイントすぎるだろ。全然腐ってるよ、こんなやつ。で、眠ってなかったら使えないぴょーぴあーうわーあー遊戯やるじゃないか遊戯。ブリューなくしとけばよかったー、ブリュっとけばよかったー、最悪やこれ。今強バーサーカーソウルしろよ、どうせならよ。魔導戦士ブレイカーどこ行ったんだよ遊戯。まずこの場面かっこよ、この場面かっこすぎだろ。すいませんでした。わからしてやる、局所的やるけやめて、局所やめてよ、などっからでも局所飛んでくるやんこれ。あー
うわっ、うん、戦略補充、これなんだこれ、何で来たこれ、はやぶさの騎士、あっ、これで耐久していく。いや多分これ何とかなんじゃん。850がちょっとやばいけど、若干その850っていうライフがマジでやばい。ちょうまいことライフ調整されたなみたいなとこある。やばいモンスターおるやん。でもこれ殴ったら勝ちじゃない俺これ。これでよっぽどしないやろ多分。やっぱ3100って結構強いよね。ブレイブネオスが3100って結構これ強いと思うんだよな。お前誰や、ジムフィード上の重たい表示モンスターがレベル2以下のモンスターのみの場合ダイレクトアタックができると。はっはっ、うわー千鳥だ千鳥だ。え、誰だお前、ブラックウェザーじゃなくて B フォース来たんだけど。ちょっと待って、おい、まあ、BF だけども、いや BF ではあるが、お前 B フォースじゃねえか。あ、強っ。ちょ、一人だけちゃうやつおるやん、一人だけちゃうやつおるやん。お前ブラックフェザーみたいな顔して B フォースやんけこいつ、どういうこと。